URL 省略。はいはい、お待たせしました。はい、お待たせしましたね。はい、ね、じゃあ行こうか。和骨、はい、行こうか。じゃあね、はい、なんとかでもさ、ラッシュ前にね、豊橋をね、抜けられそうっす。はい、和骨、はい、和骨でーす。はい、絶対昼までにね、静岡入ってやるから。はい、お昼は静岡駅で美味しいランチでっていう感じですよね。はい、ね、はい、でいいのか。よし、こっちでよかった。はいね、無事入ったから、はい、あとはこのままね、しばらく3号線だよ。はあ、よかった。じゃあちょっとね、携帯をね、充電させてやるから。あとはこのままですね、県道3号線を走ればいいだけですから。はい、さあ皆さん、じゃあね、今日も張り切って参りましょう。奈良橋クラブのね、チャレンジ2日目ね、今ね、蒲郡からね、いろいろなんかバタバタしまして、なんとか1時間4時半に出たから、だいたい1時間ぐらいでね、豊橋ですね。はい、こっからでもペースね、上げていきますんで、上げてきて、さんさん君の瞳から、エニス、オイエ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 イエイという感じでね、頑張っていきたいと思います。はい、さあ行くぜ行くぜ、浜松行くぜって。はい、目の前の扉を開ければ、今ね、パソコン組みながら放送見てる。はい、はい、あ、いいね、ちょうどいい感じでしょ、もう。はいね、え、あげてきな、センサー、ちょっとね、やっぱりね、あの、なんていうかな、和子橋さん、和骨です、和骨です。あ、コメントサーバー生きてるね、よかったよかった。なんとかね、通勤ラッシュ始まる前に浜松市へ入りたいと思うから。はい、東京は朝から17度ですよ。今日は暑くなりますよ。これ暑くなりそうだね、本当に。はい、これ暑くなりそうだわ。はい、今ラグほとんどなくね。
ねえ、ラグほとんどなくねって、はい。よいしょ、行こう。朝ごはんはどちらで？どっかね、通勤ラッシュの時間に朝ごはん食べてね、過ごそうかなと思ってるんですけど、はい。思ってるんですけど、どうすかねって、はい。さあ、名鉄のね、これ渡って、はい。これか、385、よし。385からね、386に入りました、はい。さあ、急ぐぜ。ワゴーン。お先に朝ごはんいただいていいですか？どうぞ。はい。そういえばカーナビか何かにココス乗ってないの？乗って、いや、カーナビのね、電池がもういっちゃってるんですよ。で、今ノートパソコンつけてるでしょ。ノートパソコンつけてるんでね、カーナビつけちゃうとバッテリーがいっちゃうんですよね。はい。なるほど。そうなんすよね。はい。そうなんす。さあ、国道1号線をね、渡りまして、行きますよ。はい。やっぱり国道1号線のね、旅は楽そうだな。はい。ただ私はね、県道派ですから、はい、県道走りますよ、はい。でね、しばらく県道走って、今度またちょっと難しい動きをしないといけないんですよね、はい。というのもですね、湖西まで行かないといけないかな、これ。雨降ってるの？あ、雨降ってないんですけどね、はい。曇ってるよね、なんか。今日はね、でもいい天気になりそうですよ、はい。今日はね、ほんといい天気になりそうっす。はい。まあ、しばらくね、今、二川っていうところを走ってます。はい。もうちょっと静岡県入るんじゃないの？これ。はい。もうちょっとでね、静岡県入りますよ、これ。うんうん。よし。勝ったぜ。ね、入ったよ。県道じゃ、県道3号、はい。よしよしよし、順調になってきた。順調になってきたよ、これ。うん。入りましたよ、皆さん、県道3号に。はい。県道3号入ったんでね、もう、おめでとう、ね、楢橋くんってやつですよね。はい。おめでとう、楢橋くんっていうね。はい。君のね、豊橋脱出は保証されたっていうね感じです。よくわからん、わら。いや、実はね、県道3号に入ってこのままね、北上していけば自然とね、浜松協定の前まで行くんですよ。浜松協定の前までね、実はこの県道3号っていうのが、はい、豊橋湖西線っていうね線なんですけど、これに乗ればね、自動的にですね、浜松までね、行くわけでございます。はい。さあ、朝のね、浜松、綺麗なとこ皆さんにお見せしたいと思うんでね、頑張りますよって。はい。さあ、ね、浜松まで9キロ、残り、湖西まで9キロです。はい。湖西まで9キロっす。はい。さあ、で、湖西当初ね、予定の、ところがね、どこだったかな。そういったらさ、ガンプラの話なんですけどね、なんでさ、V ガンダムだけさ、
マスグレイ1種類しか出てないの、なんでガンイージとか出してくれないのって。ガンブラスターとかねえ、 V2 アサルトバスターガンダムのねマスターグレードとかね、なんで出ないんですか、新しいモデルのやつね。え本当になんか V ガンダムってすごい冷遇されてますよね。一応さ、私のね小学校の時のね微妙に人気なかったからかな、人気ないかな。でも V2 アサルトバスターガンダムとかね、絶対さマスターグレードにしたらみんな買うよ、うん、ねえ V ダッシュガンダムとかね、ようやく V ガンダムがマスターグレード化されたじゃんねえ。あでもあのマスターグレードなんかそのなんで過渡期始めのなんだったっけ、そういうやつでしょ、うん、それね私ねちょっとそれが許せないですね。はい、だからもうマスターグレード V2 アサルトガンダムってどれぐらいのね箱になるんだろうと思いますよね。はい、ね、V2 アサルトバスターガンダムのねマスターグレードって多分昔ほらあれ出てたじゃん、サザビーぐらいになるんじゃないの、サザビーぐらい、うん、絶対私サザビーぐらいになると思うよ箱は。アプサラスのプグ出してほしい、パーフェクトグレード宇宙世紀、うん、宇宙世紀、そう宇宙世紀最後のガンダムなのにさ、一応ねえスタンドアップトゥーザービクトリーね、いくつもの朝を迎えですよ。はい、本当ね、そんなね、今2川を走っております。はい、スタンドアップトゥーザービクトリー、いくつもの朝を迎え、いつかきっと、パンいただいてます。はい、どうぞ。掴んでみせるスタンドアップトゥーザービクトリー、その向こう側に何もなくても構わないかな。はいね、この歌歌ですよね、スタンドアップトゥーザービクトリー、 Don't stop サリオ壊されない、 Don't stop サねえ、こんないい歌ばっかりじゃん V ガンダムね。はい、後期オップの題名なんだっけ、ね名前忘れちゃったよ。はい、愛に行くよ、戦艦アレキサンドリアと空母ドロスが好きです。空母ドロスね、いいですよね。私ね、ラーカイラムとですね、あれが好きです。センチュリーカラー、そう、あ、センチュリーカラーはあれ単影ガンダムでしょ。はい、センチュリーカラー、ミリューカラーってやつ、赤い赤い花開け、センチュリーカラーでね、青い青い風になる、泣いて泣いて夢紡いできた、生まれ変われるまで。でもね、いつも言うんですけどね、シードディスティニーだけは愛されてないよね。はい、シードディスティニーってすごい愛されてないじゃないですかね、え08正体の嵐の中で輝いてがガンダムの歌は一番好きかな。 あれもいい歌ですよね。嵐の中で輝いてその夢を諦めないでっていう歌、うん、っていうかね、やっぱりね宇宙世紀のっていうか、なんていうと、そのガンダムって主人公メカじゃないですか。でね、結構ねジオンのモビルスーツ好きな人多いでしょ。ユニコーンもだからちょっと卑怯ですよね、考えてみたらさ、ジオン残党軍みんな旧式モビルスーツじゃんね、え応援したくなっちゃいますよね旧式モビルスーツが。ないどうもね、えジェガンにさ挑んでいくんだよ。でなんか連邦側もさ、最初はなんかねハイテクなさ兵器ばっかり使うのかなと思ったら、なんかね本当にあれは卑怯だぞって。だって使ってます？ネモとか使ってないだろうもうって。連邦ってね
アプサラスも俗がついてるから好き。あ、そうそう。ねえ。ねえ、だって、もう卑怯ですよね、あれ本当に、ユニコーンは。ねえ、スナイパータイプのモビルスーツってさ、別に旧ザク改造しなくてもいるじゃんってね。ねえ、別に旧ザク改造しなくてもさ、ねえ、本当に。でいつの間にかね、ティターンズの象徴だったマラサイはですね、なぜかね、ジオン残党軍にね、露獲されてね、ジムさん。そう、ジム3とか、ジム3までですよ、許せんのは。ジム2とかもまだ現役で動いてるでしょ、下の方じゃ、連邦の地球じゃ。ねえ。あ、個性質、皆様、高速も国道も使わずに今、静岡県に入りました。静岡入りました。はい、いよいよ静岡地区今日スタートでございます。はいね、高速も国道も使わずに静岡県までやってまいりました。ジムがガンダムより強い意味がわからない。わら、パチパチパチ、はいね、パチパチパチ、はい、やってまいりました。はいね、はい、新所原でございます。ここはい、新所原駅前ですね、もうすぐ。はい、じゃあちょっとさ、新庄原入ったし、ご飯食べようかな。わこわし。わこつです。今、新庄原駅前をね、通過いたしました。はい。このまま行くとね、これめんどくさいことになるんでね、そろそろですね、ちょっとね、ちょっとトリッキーな動きをしないといけないところに来るんですよ、そろそろ。そろそろ。どこで寝たんだ？どこで寝たんだって、あっこで寝たんですよ。漫画喫茶で寝たんだよ。はい。蒲郡からね、約1時間ちょっとかけてなんとかね、この、やってまいりました。はいはい。ココス近所にあるのか？え？ココス近所になかったよ。うん。なかったっすよ、そんなの。ねえ。なかったっすからね、困ったんですよ。はい。このまま行くと3日日ですね。はい。3号は個性市街に入るから、これ3日目に行っちゃうとね、またちょっと厄介なんで、はい、そろそろね、方向をね指示していただきたいと思います。はい、よいしょっと。よいしょっと。じゃあちょっとね止まるよ。はい、よう、奈良橋。はい、おはよう。朝っぱらから何やってんだ？朝っぱらからチャレンジの続き2日目ですよ。もう私4時からやってるからね、4時から。はい。今現在ね、高速も国道も使わずね、静岡県入りましたよ。はい。今どこだい？今ですね、静岡県新所原でございます。はい。このままね、まっすぐ行ったらダメだな。待って、どこ行くんだ。棒読み遅いぞ。はい、すみません。あ、いや、うん、3号線でいいんだ、さっきの道でいいんだよ。うん、3号線でしばらく。スタミナ太郎行くのかい？なんでスタミナ太郎行くの、こんな必死なんだよ。3号線でね、簡易局まで行くんだ。 OK、 分かった分かった、道分かった。よし、凍りつくような強い風でさえ、ね、はい。奈良橋さんがチャレンジ中、ニュースとかも随時報告したらいいですか？そうです。さて、朝の準備落ちします。はい、ね、朝ではではね、出勤の方は頑張ってください。はい、私も頑張るよって。はい。ね、はい。いてら。ね、出勤の方はね、みんな頑張って。はい。ね、奈良橋さんもね、頑張ってね、ゴール目指して行きたいと思います。いてら。はい。皆さんがお仕事から帰るときにはね、私ね、横浜の街にいたいと思いますので。明日には青函トンネルくぐれそうだな。なんで？どこ行くてんだよって。はい。そしてね。奈良橋渡るのか。
限らないですけどね。そしてニートの皆さんはね、このままお付き合いください。あ、このまま3号まっすぐでいいんだ、うん、3号まっすぐでね381に当たるまででいいんだ。よっしゃ、思ったより難しくなかったね、うん、凍りつくような強い風でさえ。さあ、そろそろねガッソリーンを入れないといけないんですけどね、ガッソリーンを。はい、さあ今何分ですかね。はい、もうあと5分かよ、うん、早いな。失礼なやつだな。は？非正規雇用のくせに何言ってんの。はい、ていうか8時半までもう浜松着いたらなんか食べようかな。そうそう、ご飯食べないとね。はい、はい、あぶねー。どこで食うのよ。どこで食おうか、どこで食いましょうかね。どこで食べればいいでしょう。うん。てか何食べましょう。はい。あと5分でね、皆さんのね枠も終わりますけど、はい。とりあえずさ、距離は稼いとかないと、こういう時に。浜名湖はやっぱみんな見たいよね。うん。浜名湖。最悪食べないっていう選択肢もあります。最悪食べない。それかもうね、食べてちょっとね、仕切り直そうか。うん。この道のどっかにね、なんかコンビニかなんかあったらそこで食べるよ、もう。食べてちょっとね、気分をね、一新しましょう。はい。なんとかね、今、ここまで来てますから、はい。仕切り直す時間あるのか？いつまで仕事休み？急がないといけない感じ？急がないといけない感じじゃない。明日でね、一応ね、最終日なんです。今日、チャレンジ2日目で、明日でね、最終日なの。はい。明日で最終日だから、明日にはね、もうゴールしたい。で、あさっての夜に京都に帰ります。はい。高速に乗って。で、泣いても笑っても、謝罪してても、食って寝ることしか考えてないんだな。何言ってんの？あさってのね、泣いても笑ってもあさっての夜の18時までにはね、着くようにしないとダメだから、はい。泣いても笑ってもね、はい。ねえ、やっぱりビビにさ、その、なんていうのかな、24時間以上の休息を与えてあげたい。あとね、京都帰る前にオイルも交換してあげたい、ビビに。ビビの、はい。あさっての18時には着くよ、きっと。あさっての18時には着くよ、どうだろうな。ここじゃない。さあ、じゃあね、笑ってあげるよ。ん？なんで笑うの？パン食べ終わりました。ごちそうさま。はい、ありがとうございます。じゃあこれ引っ張られすぎたんだよ、これが。そう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 。これがね、よいしょ。
ソコンちょっとね、これね、コードの配線考えるわ。はい、また抜けてたから、いやー、みんなはね、ご飯ね、自由に食べてくださいよ。はい、みんなは自由にご飯食べてよ。はい、私は今ね、左手前方に出てくる簡易局を探してね、今走っておりますから。はい、でももうね、浜名湖が近いね。これ眠くないですか？大丈夫です。寝カフェでちゃんと眠れました？うん、寝たよ、ちゃんと寝たよ、2時間ぐらいだけど。うん、なんでね、寝ましたよ、大丈夫ですよ、みんな安心して。はい、次は、はい、まだだな、次、はい、次枠行くよ。はい、ご飯食べたら眠くなりますね、途中休憩ありますか？途中ちょっと休憩しようかなと思ってます。でももう、はい、ね、途中休憩してさ、ね、行きたいなと思います。棒読み遅いな。棒読み遅いな。うん、ではね、ありがとうございました。一旦休憩入ります。多少ラグってるのは仕方ないかな。はいはい、一旦休憩入りますよ。ああ、あれ、まだやってんの？まだこれ本カメですね、本カメです、まだ。はい、まだおっちゃんですね。301号線をパスします。はい、鷲宮のね、駅に行くみたいですね、このまま。はい、朝日綺麗、ちょっと一回休憩しよう。なんか急にマイク遠くなった。一回ね、あれまだついてんの？まだこれ音カメですか、ひょっとして。よっしゃ、まだ音カメ。あります、次枠。はい、一回ちょっとね、インターバル張ります。おつわし、はい、おつです。一回ね、ちょっとインターバル張ります。インターバル、ここだ。よし、ここだ、ここだ。お疲れ M です。お疲れイムなの。はい、お疲れイムなんですね。で、こっちか。よし。